皆さんこんにちは、ヌヌファクトリーのヌヌです。また中古車業界で事件が起こってしまいました。皆さんが当たり前のように通っている中古車店で勝手に車の中に入られて、クレジットカードの情報を盗まれて、そして勝手に買い物をされていたらどう思いますか？そんなことあるわけないだろうと思うと思うのですが、なんと実際に起こってしまったんですね。というわけで今回は大手中古車店のネクステージグループで起きたネクステージ社員によるクレジットカードの不正利用事件について詳しく説明していこうと思います。この事件の真相究明に向かって、詐欺撲滅系 YouTuber の健三さんが実際に犯人に突撃するという動画をアップしていました。私もその動画を拝見しましたが、結構長尺だったので、今回は要点をかいつまんで説明していきます。健三さんはその動画の終わりの方で、僕もまだまだ車業界のことはわからない、これからは車業界にも突撃していきたいとおっしゃっていました。一応私も車業界でお店をやっていますので、今回は私の意見を交えながら紹介していきます。それでは行ってみましょう。ことの発端は、今回の被害者 A さんから健三さん宛てに相談が来たことから始まります。その加害者 A さんは中古車ショップに行ってから、自分のクレジットカードが第三者に不正利用されている、カード会社に確認したところ、名前と住所からその中古車ショップの店員によるものだっていうのが発覚しました。最初は警察にも相談したのですが、他の事件で忙しかったらしく、なかなか対応してもらえないので健三さんに相談が来たというものになります。今回被疑者が在籍していたのは SUV ランド神戸店というお店になっていて、ここはネクステージグループの傘下になっています。そして今回の被害者 A さんは前々からこのお店に通っていて、今回はお店側から無料のオイル交換があると提案されたので来店してみました。そして来店時に、今の愛車の査定を知りたくないですかと持ちかけられたので、 A さんは売る気はなかったのですが、とりあえず知ってみるかという軽い気持ちで査定をお願いしたそうです。その際、 A さんの見ていないところで車の中も見られたそうなのですが、肖像権の関係でドライブレコーダーは切っておいたと説明を受けました。 A さんは今までも SUV ランド神戸店を利用していたのですが、今までドライブレコーダーを切られたということはなかったので、不審には思いつつもスルーしていました。おそらくこの時、被疑者の従業員が A さんのクレジットカードの情報を盗んだんだと思われます。その後、身に覚えのないクレジットカードの請求が A さんの手元に届きます。内容としてはメルカリで決算されたもので、1つ目がバイクのマフラーで11万円、そして2つ目が車のステッカーで3000円の合計2つの会計でした。普段はメルカリを使わない A さんにとっては身に覚えのない会計だったので、クレジット会社に問い合わせをしてみたところ、今回被疑者の従業員が浮かび上がったそうです。また A さんは従業員の Facebook も特定し、従業員の愛車と今回メルカリで購入されたマフラーやステッカーが一致していることや、なんと被疑者には家族がいるということも判明しました。 A さんは最初は警察に相談していたのですが、他の事件の対応でなかなか動いてもらえず、泣く泣く健三さんに相談が来たという経緯になります。このことを受け、健三さんは A さんと合流し、実際に被害が出た SUV ランド神戸店に向かいました。そして今回の被疑者葛葉圭介と対面し、このことを問い詰めると、最初葛葉は何のことかわからないといった感じの対応でした。そこで A さんが特定した葛葉の住所と電話番号を読み上げたところ、自分のものだと認めました。葛葉のスマホをチェックし、メルカリの購入履歴から A さんのカードを使って買ったと思われるマフラーとステッカーの購入履歴が見つかりました。その後も購入履歴を見ていると、 A さんのクレジットカードの情報が発見されます。そして110番通報し、警察官を呼び出し、証拠を突きつけるといった一幕が紹介されていました。さらに別件で一度150万円の査定金額を提示されたのにもかかわらず、後になって100万円という査定金額を出されて揉めている別のお客様も紹介されていました。そのお客様も勝手に車の中を物色されて、不安を募らせているといったシーンも見受けられました。以上のことから、動画を拝見する限り、今回の被疑者葛葉によるクレジットカードの不正利用っていうのは濃厚だったのですが、葛葉本人から犯行を認める発言や、
今回の被害者 A さんに対して謝罪の言葉は動画の中では一切見られませんでした。最終的には被疑者と被害者どちらも警察署で事情聴取することとなり、突撃のシーンは終了しています。以上のことから今回の突撃動画はエンディングを迎えるのですが、警察によると今回の被害者はメルカリ側になりますので、メルカリが被害届を出すか出さないかで対応が変わってくるということ、そして今回の被害者 A さんにはお店の方から何かしらの保証が下りるということで、一旦幕引きになりそうです。また今のところネクステージや SUV ランド神戸からは声明は届いておりません。はい、というわけで今回は中古車店の従業員のクレジットカードの不正利用についてなんですが、ここからは一応車業界に身を置く私の率直な感想もお伝えしていきます。まず率直に言うと、今回被疑者に対して非常に胸クソな思いです。特に今年はビッグモーターの件もあって、今車業界全体に対して風当たりがひどいので、今後も何かしら影響があるんじゃないかなと思います。今のところ一従業員の犯行なんじゃないかなと私は思うのですが、もしかしたら組織ぐるみの犯行なのかもしれないっていうのは、今後警察の取り調べで明らかになってほしいです。そして車業界で働く側として正直にお伝えすると、車業界はお客様の目の届かないところが多すぎます。一応私もコーティング屋さんをやっているので、長時間お客様のいないところで車をお預かりしますし、ガレージの方は機械や工具などいろいろありますので、普段は安全上を考えてお客様の立ち入りを禁止にしています。ですが今年ビッグモーターの件を受けてガレージにカメラを設置しました。カメラの映像はこの待合室で確認することができますので、お客様は今ガレージで何が起きているのかを逐一確認することができます。もちろん見られてまずいことはないので堂々とカメラを設置していますが、他のお店もガレージやピットは見えるようにしてほしいです。もうこれは車業界の新しい常識になってほしいですね。そうしないと世間の人たちは安心してくれないと思います。またこれはお客様へ対してのお願いなのですが、車の中には貴重品を置かないでほしいです。そして今回被害者の方、そもそもどうして貴重品を車内に置いといたのって思う方も多いと思いますが、意外と貴重品を車内に置きっぱっていうのは全然あります。私もルームクリーニング施工する際は貴重品、お荷物、私物全て空にしといてくださいねとお願いをしているのですが、通帳が入っていたり財布やカードが入っているっていうことは全然あります。もちろんお店で保管はしていますが、お客様の方も心配になりますよね。だったら車内に貴重品を残すのはもうやめましょう。結局うちのルームクリーニングは収納ボックス内も全てきれいにしていきますので、私物は空にしていただかないと作業が進まないんですよね。また現場間でいうと入れっぱなしの方が結構多いので、皆さんもぜひご協力の方よろしくお願いします。またこの事件に対して進展がありましたら動画に取り上げていきたいなと思いますので、ご意見やいろいろ意見はコメント欄で教えてもらえればと思います。それでは今日はこの辺で、ヌルでした。バイバーイ。